はい、じゃあお疲れ様です。今日何営業ですか、これから、はい、どこですか、はい、お、なんか今まで履いてなかった靴を、はい、どうも、はじめまして。いつもこんな感じなんですか。あ、はい、そう。まだ時間あります。あ、まあ、はい、ちょっとなんかまた自己紹介をお願いします。あ、はい、岡山では新井ちゃんと呼ばれてます。はい、で、ホストやってます。はい、ホストやってます。あ、で、なんホストって11月で辞めるんですか。ちょっとまだちょっと考え中なんですけど。12月はまだ分かんない。あ、分かんない。どうやったら分かる感じですか。ちょっと全然指名が取れないんで。ああ、はい、昼間って仕事やられてるんですか。まだ、やってないです。え、やってないです。あ、もうやめたんですか。何時まで仕事っていうか夜のホストクラブやってるんですか。ああ、まあ、20時から22時ですけど。20時から22時。あ、24時。え、4時間。はい、まあ出勤は5時半なんです。ああ、そうなんですか。じゃあもうこれから。はい。あ、でもこれからでもそこにおるんですか。あ、はい。あ、お客さん探しみたいな。あ、はい。なんかお客さん来ます、アラレちゃんの。いや、インターンで全然来てない。あ、来ないですか。なんかその、はい、結構なんか メッセージで営業しとるじゃないですか。はい。なんか男の人ダメですよね。行けないですよ。はい。どうやって分かったんですか、 DM って。え、どう、なんか来てましたか、誰か知り合いが。あ、なんか知り合いの人から、あられちゃんからめっちゃメッセージが来てっていう、いろんな人から来て。あ、そうなんです。女性の方から、はい、で、どんな感じなんだみたいな感じで、はい、なんかすごいやってますみたいな、はい、え、来てほしいですか、やっぱり。あ、はい、そうなんです。ね、ちょっと花、知ってます、はい、あられちゃん。あ、ミチュウさんの動画でピアノ弾かれてるのあれちゃん、これ真ん中空いてますけど大丈夫ですか。あ、真ん中。あ、ちょっと、なんかこの服じゃないとダメなんですか、やっぱり。うん、まあ一応スーツでやってます。あ、まあ、スーツじゃない人もいますけど。あ、うん、でもこれも自分で買ったんですか。あ、まあ一応、はい。あ、この靴もですか。はい。そうなんですね。スタイルいいですね。そうなんですよ、アラレちゃん陸上っていうかね、岡山マラソン出たんですか。いや、出てないですね。あ、そうなんですね。最近は、はい。え、なんで出なかったんですか。いや、ちょっと めんどくさくて。あ、眠たくて。めんどくさくて。あ、めんどくさくて。はい。そうですか。ちょっと、じゃあ今日も、じゃずっと働いて、24時まで働いて、休みっていつなんですか。水曜日です。あ、水曜日。で、今日が木曜日なんで、昨日は休みだったんですね。昨日は、はい、休みだった。水曜日とか。あ、そうなんですね。なんか彼女とかできました。いや、いないあ、そういうのないですか、ホストクラブ。あ、はい。あ、ないですか。ない。結構儲かってますか、やっぱ。儲かるというか、まあ前やってた仕事より。まあ、多いと思いますけど。あ、そうなんですか、やっぱそうなんですね。まあ、売れないと、はい。あ、ダメですよね。なんで始めたんですか。はい、まあ、すごいなんか華やかな仕事。はい、華やかな仕事で。あ、自分から応募したみたいな。はい。すごっ。え、メッセージしてみたいな。え、メッセージ、はい、あ、DM みたいな、はい。あ、そうなんだ。インスタ。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あれちゃん、ありがとうございます。あんまり、今日シュッシュしないですね。あ、はい、最近はやってないです。あ、携帯持ってんですね、あれちゃん。あ、はい、最近買いました。 DM が、インスタはまあ、あ、はい、はい。たくさん業者の方からたくさん来てる。あ、業者の方からたくさん。はい、だから実際には大してあれなんです。あ、まあ今こんな感じでやってます。あ、でもあれですよね、フォロー人数多いですもんね。はい、まあまあ大体業者なんで。あ、そうなんですね。へ、はい、あれちゃん、なんか頑張ってください。でもね、なんかこれから先もそういう感じで。髪はやっぱ染めたりしないですか、ホストみたいに。ちょっとまあ、はい、このままでやって。あ、なんかハロウィンの時すごいコスプレ可愛かったんで。あ、ね、ピンク色とか。あ、はい、ね、あれすごい良かったです。感動しなんですね。ね、あれちゃん、じゃあこれからちょっとお仕事ということで、はい、ね、なんかお、あ、これあれちゃん撮ってんですかね。
あ、違いました、アラレちゃんじゃない、アラレちゃん鳥の群れを撮ってるから、アラレちゃん撮ってるのかって、すごい鳥の群れ、アラレちゃん撮ってるのかって、 鳥でした。一斉にみんなね、こっち見るから、あ、鳥なんですね。なんかないですか、メッセージ、なんか営業、こっちに営業、はい、営業もしよかったら、まあ、ドンキの、まあ、こ裏側にある3階のトワイライトに、トワイライト、はい、来ていただければ。水星兄さんが、水星兄さんで、あの、YouTube やってる、はい、YouTuber、 あ、なんか水星兄さんっていうボスがいるんですけど、はい、なんか岡山の YouTuber で、すごい有名で、はい、ポストのね、そういうのやってて、あ、そうなの、知ってんすけど、はい、そのあれなんですね、お店、家系列のお店なんですね。ね、すごいいい人で、まあ、アラレちゃんもすごいいい人なんですけど、鳥大丈夫ですか、アラレちゃん、もうあのめちゃくちゃ糞が落ちてきそうで怖いんですけど、はい、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。ここっていつ頃いらっしゃるんですか。あ、僕ですか、はい、あ、今日たまたまなんですよ、取材が向こうであって、あ、YouTube なんですよ。で、はい、アラレちゃんいたんで、前ハロウィンの時に、はい、まあ、取材してたんですけど、見てくれた人が、はい、アラレちゃんどこで働いてるのかわからないって言ってて、はい、まあ、それも含めちょっとアラレちゃんに聞こうかなと思って今日来たんで、はい、ちょっとなんか営業みたいなね、これでちょっとお客さんがフォロワーと同じぐらい来てくれたら、5000人とかね、ね、来てくれたらもう、それ、え、今度あれなんで、ほとんど業者って、あ、業者、そうです、ごめんなさい、業者でした、はい、いや、でもそれぐらい来たら嬉しいですよね、はい、なんか1000万じゃないけど5000万プレイヤーみたいなね、あれじゃん、え、ね、ほとんどみんな、はい、業者って、あ、業者なんですか、はい、あ、なんか女性のちょっとあれですけど、はい、え、それに女性の方しかダメなんですよね。あ、はい、トワイライト岡山は女性だけ。あ、そうなんだ。外国の女性とか大丈夫ですか。あ、はい、だから、あ、外国の方は、まあ、料金も、まあ、説明して、はい、はい、料金どれぐらい、あられちゃん1時間どれぐらいですか。90分で指名で、あれで最低1300円で。あ、そうなんだ。あ、でもあられちゃんにおごらないといけないですよ。あ、それは、まあ、なくてもいい。で、1300円で、あられちゃんとイチャイチャできるみたいな。はい。イチャイチャ。指名なしならタダで入れる。あ、指名なしならタダで。はい、初回限定。あ、でもお酒飲まない、注文しないといけないですよね。まあ、そういうのはまあ自由に。飲み放題とか。まあ、はい。一応、まあ、90分、はい、指名するかしないかは、まあ、はい、自由に。ああ、そうなんですね。指名しなかったら、はい、初回だと料金かかる。あ、じゃあ、じゃあもう、はい、あのタダで入って、はい、あられちゃんおるわと、で写真撮ってすぐ帰るのダメっすよね。ああ、まあ、はい、そういうのもまあまああるかなと。ありってこと。でもあられちゃん的にはあられちゃんを指名して、はい、あれですよね。わかりました、はい、システムわかりました、はい、次からは7800円以上かかります。あ、2回目が、2回目、あ、なるほど。初回はあれですよね、なんかタダとか1000円飲み放題とかいろんなとこあるんですけど、まあ、それなんですね。2回目からまた、はい、あれちゃんに会うとお金がまたちょっと変わってくるっていう、はい、ちょっとありがとうございます、まあ、システムが分かりました。はい、じゃあ、頑張ってください。なんかありがとうございます。みんなに迷惑かけとるようで、水星兄さんにもよろしく言ってください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。